さあ、重要な前置詞が出てきました。 in 何々の中というわけですね。 A. There's ice cream in the fridge. アイスクリームが冷蔵庫の中にある。非常に基本的な何々の中という使い方ですね。 F. You can do the test in pen or pencil. そのテストはペンでも鉛筆でもいい。ここではペンが不可算名詞で使われていますよね。つまり具体的なものを指しているわけではないわけです。ペンソルも不可算名詞ですよ。ペンという手法内で、やり方内でという意味での何々の中というわけですね。 in の使い方で一つ大きく注意したいのが、未来の時点を表す何々語という表現です。 H I'll be back in 10 minutes. 私は10分後に戻ります。何々の中というのとはちょっと離れた使い方、一つしっかりとマークしておきましょう。